リッスンマガジンのボリューム3です。文字と肉声、文字起こしのない音声配信は生き残れるかということで、4本のエピソードを配信したシリーズものです。文字と肉声ですね。まあ音声配信が新しい時代に入ってきた、特に AI 文字起こしということがついて回るようになったことで、文字と肉声ですね、ボイスとの関係ってどうなってるんだろうっていうことを考えたのがこの文字と肉声シリーズですね。これをリッスンマガジンボリューム4としてまとめさせていただきました。4つのエピソードをリッスンから配信しています。一つ目のエピソードでは、文字起こしのない音声配信は生き残れるかということで、まあ結論から言うと生き残れるんだけど、問題にしたいのはどういうふうに生き残るかということだという話をしています。でこれリスのサイトに来ていただくと、あの説明欄概要欄に、サマリー、 AI が作成したサマリーと目次、そして、各エピソード4つへのリンク、そしてその一部引用ですね、が文字の記事として読めますので、ぜひそこを読みながら聞いていただくと一番いいかなと思うんですが、で問題にしたいのは結局どういうふうに生き残るのかって、これまでとやっぱり違う形になるだろうということなんですね。でそれを考えようってことで始めたのがこの文字と肉声ということです。でその2、その3、その2では保管してるのはどっちだと、文字が肉声を保管するのか、それとも肉声が文字を保管するのかってね、やつをその2で考えました。そしてその3では、文字のない肉声だけの世界、肉声のない文字だけの世界ね、これはこの時に言葉はどうなるのかっていう話をしたわけですね。それからですね、でそんな話で、やってみたんですね。で保管しているのはどっちだということで、その2ですけれども、ここでこれはもう結論言っちゃうと、あの相互に保管している。で特に文字がメインで、肉声が文字を保管する場合もあれば、肉声がメインで文字が肉声を保管する場合もある。これはもう使いようによって、目的によって、やり方によって、様々だっていうのがまあ結論なんですけれども、ただその保管関係ですね。保管関係はどんな風なのかっていうことを考えたんです。で、その時に、そもそも目、耳は生物の進化のプロセス、何十億年というね、進化のプロセスの中で、実は目が先にできて耳後からできるっていうね。ところが、実は言語は耳から入る、口で発する。こっちから始まって、文字の発明はそれに遅れるわけですね。だから文字という視覚情報としての文字、言葉っていうのは実は後から来たっていうね。だけど生物学的には目の進化の方が早かったとかね、いう話も含めながら、例えば映像世界と言葉の関係、言葉と音声、そして言葉と文字の関係について少しこう生物学的進化のプロセスもたどりながら考えた。で、もう一つが、実は音声の方が先なんですね。人間、ホモサピエンスが言葉獲得したのは大体7万年から5万年前ぐらいと言われてるんですが、で、文字発明したのは5000年前と言われてるわけですね。まあ、5、6000年前ですね、せいぜいね。と言われてるわけです。だからここには10倍以上の開きがあって、文字のない世界にずっと生きてきた、しかも文字は一部の人しか使わない時代が長かったと。ホモサピエンス、みんながみんな文字使うような時代に入ったのはまだたかだかここ数百年も経っていないという話なんですね。そんな中でこの、インターネットが発達した中で、文字からまず始まるわけですね、インターネット文化っていうのは。で、音声とは遅れて逆にやってきたっていう。で、今これが追いついたわけですね。肉声の配信が追いついてしまったと、文字の配信にね。で、ここで何が起きるのかっていうことで、これはもう生物の進化史上、人類の言葉の獲得の歴史の流れの中でも、非常に画期となる出来事が今実は起きているっていう、まあ壮大な話に勝手にしてるんですが、まあそんな中で文字と肉声の保管関係について考えたのがその2です。
そしてその3ですけれども、これは文字のない世界、肉声のない世界、それぞれ考えてみようということで、まあこれは実は文字のない世界で実はホモサピエンスはずっと生きてきたので、これは非常に想像しやすいわけですね。だから文字のない世界に生きていたとしても、やっぱりいずれ文字を生み出すだろうということはもう歴史が証明しているわけです。問題は、これはもうありえない話なんですが、仮に肉声、つまりみんなが、なんだ、マトリックスのネオみたいに口が塞がれちゃったみたいなね。で、耳も塞がれちゃったみたいな。で、喋れない、耳も聞こえないってなって、文字だけが残った、言葉は残った。さて、50年、100年、1000年経って、文字、言葉は生き残るだろうかみたいな、反事実仮想と言いますが、思考実験をしてみたってことですね。で、その結論は言いませんけれども、そうすると、いわゆる肉声の言葉と文字の言葉の関係ですね、そもそもの関係っていうのは実は見えてくるわけですね。で、これはもうやっぱり肉声がベースで文字後からやってきた。うん。にもかかわらず今文字が存在しているというね、ことがもたらしていること。つまり、文字のない世界と文字のある世界の違いってのは一体どういう違いなのかっていうことをまあ考えたのがこの文字のない世界、肉声のない世界。で、これを踏まえて、実は、その次、文字起こしのない音声配信は生き残れるかっていうことで、で、これを考えようとしたんですが、第4弾なかなか踏み切れなかったんですね。で、踏み切れなくって、で、実は別シリーズですね。やっぱり AI 文字起こしってのは結局何をもたらしてるのかっていうことで、AI 文字起こし革命の衝撃。これをリスンマガジンのボリューム4として配信してますが、実はこれの1,2,3 ですね。ボリューム4の1,2,3をやった上で、ようやくこの、ボリューム3のその4を語ることができるようになったということで、実はこのボリューム4ですね、AI 文字起こし革命の衝撃 1,2,3 っていうのの時間革命言語一致への回帰書籍革命っていうのを踏まえないと、実はその4っていうのは私はたどり着けなかったっていうことなんですけどね。まあそんなことで、結局今後文字起こしのない音声配信はどうなっていくのかっていう時にたどり着いたのが、一つのキーワードが語り本読み本というね、そういう世界にたどり着いたっていう、まあそんな話になってるわけですね。なぜか本という世界に行き着いた。しかもそれが語り本という世界、つまり音声をそのまま文字起こししたもの、写したもの、書写したものという世界。これは過去にもあったんですね。筆記による書写で語ったものを、今でも速記録とかありますよね。ああいう語ったものを文字にしたものと、そうではなくて普段書くときには語ったものすべてを文字起こしすることはできなかったわけですね。労力も時間もかかる、そんなことやってられないし、やる必要もなかった。ところが AI 文字起こし革命ってのはそれができるようになったと。そうするとその文字化される。言葉が文字化される、され方が、もう根本的に変わったということなんですね。そうするとこれまでの各営みにも変化が生じてくるっていう、まあそんな話をしてるわけですね。で、そこで結局読み本、語り本なんて話が出てきたわけです。で、こんな考察をする中で、たどり着いたのが実はエディティングってことなんですね。で、これ実はかつて最初にこの音声配信めぐっていろいろ考え始めたときに、四象限で考え始めたシリーズが最初の頃にやったんですけど、その時にどういう軸立てるかっていうことで非常に悩んだ結果、ライブオンデマンドともう一つの軸は、編集無編集、あるいはマキシマム編集、ミニマム編集っていう、この編集っていうね、軸を立てたんですね。で、これは非常に今から考えると、正しかったなって勝手に自分で自己満足してるんですけども、巡り巡って、再びエディティングっていうものにこう、焦点が合わされてきた。しかもそこでは単なる編集無編集ではなくて、無編集も編集してるんだということで、これは別シリーズですけども、これはリスンマガジンのボリューム5で展開することになりましたが、インターナルエディティングとエクスターナルエディティングっていう、こういう世界があるんだっ
脳内編集と外部編集っていうふうに分けて考えるといいんだっていうところまで行ったので、このボリューム3、ボリューム4、ボリューム5っていうのはある意味、こう、セットになってるっていうね、ことになってます。ということで、これ自体私はこのシリーズは本当にいろんな意味で、まあ自分が勉強になったっていう、やってるうちにね、もう手がかりなくやっていくわけです。これ答えどこにも書いてないので、もう自分で考えてやっていくわけですけども、手探りしながらこう思考を進めていくと、こういうところに立ち至ったということで、まあぜひこのボリューム3、4、5はね、聞いたり読んだりしていただくと、なんか示唆的なことはあるんじゃないかなと思いますし、まあ私自身の思考のプロセスとそのアウトプットということになるので、まあそれなりに普遍性を持った形で、展開できたんじゃないかなと思ってるので、まあよろしければ、リッスンというサイトで購入していただいて、すべて読んだり聞いたりしていただけると、嬉しいなというふうに思ってます。そのボリューム3、文字と肉声の紹介でした。では。